おはようございます。おはようございます。お願いします。どうもどうもありがとうございます。なんせいっぱいほらこの上まで珍しいこんなついてんの普通はねあれやけど、パトやパト頑張ったやなこれそうですね、はい、確かに切れてないか切れてやないほらこれをきれいにしますやつ誰だ誰が飲みますか宇佐美隆くんでしたでテレビで見ながらちょっとあここ汚れてるとか事前チェックそうそうそうこれもなんかこういう模様みたいな模様みたいにギーッと多分滑り込んだりして、ね、きれいな模様がこのゴムのとことかも、ね、すごいいろんなところにわおすごいな戦った証しですよ、ね、私たちがこう今から戦いますこれはいせっけん、はい。こんな感じで、はい。こういうのもまだのいっぱい残ってるんで、うん、これをね、手仕上げで、うん、仕事でやるという感じ。まずこの青い石鹸を。何番でも大丈夫です、ね、はい。いや、びっくりっていうか、まあ、めちゃめちゃやってくれてるの、うん、知ってたけど、そんな何回もやってると知らなかったですね。あとどうしようか。おばちゃん、おばちゃん、これ。何の？これからのプレゼント。え、何の？ありがとう。何の？なんか、YouTube のあれで、いつも試合終わったユニフォームを、手洗い。何回もしてくれって聞いてで、マジでこんなことまでしてくれてんやと思っていや、待ってたのって、待ってたよ、おばちゃん一緒に俺からのプレゼントしょうがない、おばちゃん本当にすごい、ありがとうございますリュウ、知ってるか
つも俺らが汚したユニフォーム洗濯板でもう 4回5回ぐらいで洗ってやって、じゃあと俺言ってあ、気持ちいい。どうすか、気持ちいいです、気持ちいいです、すごい気持ちいい。はい、あ、左を、あ、シュウ君にこんなことやってもらって感動したり怒られてしまう。これでまた力出せますね。ありがとうございます。ずっとやってられるんですよ。あ、やってられる。